はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、こちら、やってまいりました、エクスコロー新別戦、近日開催ということで、2月20日、割ともうすぐですね、エクスコロー新別戦が開催されるということで、3期皇后、エクスコロー新別戦ですか、こちらの方ね、ちょっと新武器がかなり興味深かったんで、見ていきたいなというふうに思います。はい。プロローグは、こちら。そのうちに権限するは、盆脈の聖章獣にあらず。象徴にして極限。頂に君臨する超越者。くめども尽きぬ力を振るう神句。空と星が紡ぎし、絆の破壊者。ただ人の身では制することあたわず。ただその防御を受け止めるのみ。引く者には威と敗北を。立ち向かう者には大いなる力の一かけらを。ということで。めちゃくちゃどうでもいいけどさ、大いなる力の一かけらを、最初の方、びっくりマークだったんですよね。気づいたら、丸になってたっていう。未だに心にトゲのように残っている。あれびっくりじゃないんだ、みたいな。神滅の契りを解放してエクスコロを討伐しようと。まあこれは普通に敵しばいていけば、なんかどんどん出ますよって感じなんだけど、ここはいいっすよ。で、肝心なのが、この新武器ですね。なんか見た目からするとなんじゃこれって思ってたんだけど、拳らしい。新王エクスアルスタルコス。王星の王かな、わからんけど。奥義効果で自分にガッツ効果を付与する、装備すると光キャラの攻撃力が上昇。さらにメイン装備時自分がダメージアビリティを使用すると光キャラのアビリティ用ダメージが累積で上昇する効果をレベル100で習得。ということで、新たに追加された、X 武器はですね、ダメアビ仕様でアビリティ用ダメが上がるっていう効果みたいだな。うん。まあ、余ダメージ上昇系統で言うと、やっぱイメージ強いのはこれだよね。新人 X ミトラカルナ。これはね、まあ、こっちがやっぱよく使われてる。今でも使われるじゃないですか。まあ、この火属性ってかなり地位が上がったようなイメージがあるんだけど、やっぱなんで地位が上がったのかっていうと、この武器の、存在も結構でかいなと思ってるんですが、新人 X ミトラカルナは、トリプルアタック発動時、火属性に非攻撃アップ、余ダメ上昇効果。っていう、非キャラに非属性攻撃アップ、余ダメ上昇っていう効果なんだけど、まあ、ダメ浴び使用時に浴び余ダメ。余ダメアップ系は、まあ、余ダメアップバフがもらえるっていうのは単純に嬉しい効果っすよね。ただ、まあ、やっぱダメ浴びを使用しなきゃいけない。例えばだけど、この編成、例えばこの武器ってさ、トリプルアタック発動だから、最悪アビリティを押さなくてもいいんだけど、どうしてもやっぱアビリティを押さなきゃいけないっていうところに、まあ、デメリットを感じるというか、速度的な意味で少し遅くなっちゃうかなっていうところですね。逆にフルオートだったらそんなに気にしなくてもいいっていうところがあるから、まあ、フルオートだったら絶対一本欲しいような武器になるんじゃないかな。うん。あとはやっぱ肝なのがダメアビを使用しなきゃいけないから、格闘得意でダメアビを持ってなきゃいけないっていうところも少しなんか注意したいポイントかな。個人的にね、面白いかなっていう風に思ってんのは、まあ、もちろんレスラー、ダメージアビリティで、格闘得意といえば皆さん、思い浮かぶのって、レスラーだと思うんですよ。うん。これ、当たり前だよね。まあ、やっぱ、その2プラトン使ってとかは考えていきたいところなんだけど、個人的にはね、魔法戦もおもろいかなっていう風に思ってます。魔法戦士って実は格闘得意も持ってるんですけど、クワドラプルヘクスが、クワドルプルヘクスがあるんですよ。クワドルプルヘクスってのは、全属性の魔法陣を1個ずつ消費しちゃうんだけど、ターゲットに関わらず24回持続性ダメージっていうのがついてんだよね。つまりは、ダメ、アビヨダメが上がるんだけど、このアビヨダメにクワドルプルヘクス自体が強いし、まあ、ダメアビ仕様で、アビリティ余ダメ上げられるから、クワドループルヘクスもね、ダメージを上げることができるんですよ。はい。まあ、そういった意味でね、意外と俺は魔法戦が面白い性能になるんじゃねえかなって思ってる。まあ、ただ、クワドループルヘクスを使っていくためには、やっぱダメ浴び、元々のダメ浴びが必要じゃないですか。うん。個人的な、もう全然根拠ないですよ。全然根拠ないけど、ダメ浴び2個と見てる。ダメージアビリティを2個使うと最大になって、アビヨダメ10万とか5万とか、うん、そんな感じになってんじゃねえかなって思ってんだけど、まあ、それはどうでもいいや。まあ、ダメアビが必要なんですよね。だから、まあ、ここら辺で、クワドループルヘクス以外にも、ダメージアビリティをご用意しなきゃいけないっていうのがちょっとむずいところ。まあ、魔法戦のダメアビ微妙なのしかないんで、マナバースト、
マナバーストはちょっとさすがに使いたくないんで、まあ、アロレとか、アマブレとか、うん。あとはディストリームとか、ツインサーキュラーとか、まあ、そのあたりで、なんダメアビ稼いで、このクアドループルヘックスでぶちのめしていくっていうのも面白いかなとは思いましたね。はい。まあ、格闘武器っていうのがちょっと悩ましいところだよな。また純粋に文句だよね。これも強え。うん。まあ、文句は、ダメアビが、1アビ自体がダメアビだし、ダメアビ使用時と奥義発動時武芸レベルが上昇っていう効果も合わせて、まあ、文句の価値は上がるかもな、とは思ってる。文句ね、強いんですよね、普通に、実は。うん。文句って、実は結構普通に強くて、まあ、眼宝剣とか、まあ、武装術とか、まあ、このあたりもダメアビで、優秀なダメアビのリミアビを持ってるっていうのがいいところだよな。闘魂炎武とかも普通に強いアビリティになってるから、まあ、なんか、エクスコローの光文句とかは、割かし全然あり得るスタイルになるのかなとは思いました。ただまあ、奥義強化でガッツがどうなるかだよね。そう。自分にガッツ効果を付与っていうのがあるんだけど、いらないじゃん。ぶっちゃけ死ななければ。そう。死ななければいらないから、まあ、これが、まあ、奥義が強化されてどのような効果になるのかとか、うん。まあ、奥義オフ運用もまあワンチャンあるけどね。うん。で、まあ、あとは、光キャラのアビリティ4ダメージが上昇するっていうような形になってるから、他のキャラクターもね、単純にダメージ伸びるから、通常攻撃時にアビリティダメージが発生するよとか、まあ、例えばだけど、あとは、あれですかね、コスモス？うん。コスモスの3アビとかは、奥義使用時に1アビが発動するようになる。3アビ使ってたら、奥義使用時に1アビが発動するので、まあ、このスイープデトネーションのダメージをバコン上げたりとかもできるっていう風に考えると、まあ、アビダメが強いキャラ、が、まあ、価値がさらに上がりそうかなっていうところですね。例えばだけど、セルエル、フルチした時にね、なんか、10回光属性ダメージとかあったりとかもするし、まあちょっと今となっては少し昔になっちゃうかもしれないんだけど、まあアグロバル。うん。アグロバル正直現役の人も多いと思う。実際強いしね。単純なアグロバル強化っていう風に考えると、うん。まあそのあたりも魅力的だよね。アグロバルってさ、アビダメ多いし、もともとヒール、回復系の効果結構持ってるじゃん。1アビとかで。うん。まあ、だから耐久力そこそこあるから、まあ、文句にするのも無理なくできたりとかもあるから、まあ、そこら辺でなんか運用しても面白いかなっていうようなところっすね。はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、あともちろん、あれか、マキラか。うん。すいません、エイムが。マキラの1アビが後継効果。まあ、これがアビダメ1200万。まあ、これ与えるごとに、まあ、ディスペルとか与えるんだけど、まあ、ここのアビリティダメージ自体が伸びるっていう風に考えると、ここもでかいよね。うん。まあそういった使い道もあったりとか。まあなんか、個人的には、まあ文句レスラー魔法戦、価値は上がるかなっていうところ。王道は、まあ文句になっちゃうかな、正直。とは思うけど、まあ従来もともと使えてるレスラー、まあレスラー構成にアビリティ、もともとそのアビリティ4ダメージアップ系統がなくてもさ、多少なりともあったわけじゃん。アビリティダメージ、レスラー編成、涅槃採用型とかね。うん。回避成功時になんか、アビダメ発生みたいなのあったけどね、はん。まあ、そこら辺の補助を多少なりともしてあげたり、みたいな動き方もワンチャンあるし、まあ、文句は純粋にダメ伸びるし、まあ、ちょっと効果量、アビヨダメの効果量によって、俺はクアドルプルヘクスを伸ばすってのも面白いのかな、なんていう風に思ったりもしてます。はい。ってことで、出てきました。エクスコロー神滅戦。まあ、武器がね、もともと優秀なんですよね。まあ、特殊タイプ、まあ、こういった感じでね。特殊タイプをぶち込む両面属性編成みたいなのも、まあもともと使われてることもあるので、まああの、あれだな、エクスコロー神滅戦みんなで一緒に頑張っていきましょうってな感じでした。はい。皆さんもなんかおもろい使い方あるんじゃねみたいなったらコメント欄で教えて。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。